朗読クリストファー・ブレア作クリストファー・ブレア博士の事件簿よりチーター娘前回の続きからですそうあなたに想像できるかしらここでけだのみたいな連中を相手にした後に乗り合い馬車の中で目と目があって 偶然を装ってつま先が触れ合う時のときめきがかわいい売り子の包みを差し出した手をぎゅっと握りしめてその子の顔が真っ赤になるのを見る喜びがはじめは何でもない言葉を少しかわすだけ次もまた会いましょうとかねそれから次はどこかで一緒にお茶を飲んでそれから夕食を食べて そしてその後は何日もぐったりして眠くて夢見心地になるような愛の一夜を過ごすのそういうの想像できるかしら私には恐ろしいことに思えるがねそれはあなたが男の人で愛が本物の心がとろけるような愛がどういうものか知らないからよ それを知っている男の人はほんのわずかしかいないけれど知っている人は本当にすごいのでも相手は怖がりはしないのかねその最初はしないわ同類は一瞬でわかるから私がこれまでに経験した一番素敵な恋のお相手は19歳の女の子でね とある貴族の娘さんだった。いい学校に通っていて花嫁学校なんだけれどまあ当然ながら人生を悲観していたわその娘の家族と知り合いになってねええもちろん私はその気になれば淑女になってなれるんだからそれでその娘を連れて1週間地方に行ったのその娘きっとあの時のことは忘れないわ 私も同じ。それからあのインドのならず者のところに戻ったそうでなければ後を追いかけてきただろうしあの人私がお金を稼ぎに行ったと思っていたのそうなれば修羅場よ脅迫もされただろうし貯金がある間は私たちはかなりきちんとした部屋に住んでいて日々楽しく過ごしていたけれど まあひどい男だったわあれは時々無知で叩かれたこともあった好きだったけどおまけに変態だったあなたに身の毛のよだつような思いをさせたくないからこれぐらいにしておくわ私ねここでも外国でもいかがわしい恩をたくさん読んできて悪徳というのがどういうことなのか知ったつもりでいた あの人が私にしたことあの人が私にさせたことと言ったらあの平原のご都市をひとまとめにしたって私たちの部屋に比べたらトラピスト修道院みたいなものよそれからあの人は友人を連れてきて奇妙な皮肉っぽい闇が彼女の唇をよぎったどうお友達の旦那さん 彼女はこちらの反応には無頓着に続けたこれで分かったでしょ自分が救ったのがどういう人間だか私がみんなになんて呼ばれていたか聞いていたでしょメランジェルの猿って私は文字通り身の毛がよだっていた少なくとも頭皮が冷えて縮まり視界がグラグラ揺らいでいた おぞましい。君は一体なぜそんなことを我慢していたんだねよかったからよえ悔食い改めた罪人なんて幻想を抱いて家に帰ってほしくないのそれにその代償は払ったわええたっぷりとねついにお金がなくなった時貯金は随分あったから長いこと思ったんだけれどね私は落ちぶれたわ これれ以上落ちぶれようがないい。ってくらい普通はお金が入ればそれなりに上がっていくものだけれど私はどん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 落ちていってそのうち世界中のろくでなしの変態たちが私のことを知って磁石に引き寄せられる砂鉄みたいに集まってくるようになった逃げようにももう手遅れだったそうして今に至るってわけ。 さっき私と口をきくまともな娼婦はいないって言ったけれどあれは本当よそれに小綺麗な白人の男がちょっとでも私についてきそうなそぶりを見せたらみんなで私たちを取り囲んで一斉にその人に向かってあれこれ言うの大抵は本当のことなんだけれどさらに言えば私と一緒だった男には誰も寄りつかないわ娼婦の間でさえね階級があるのよ この最古の職業のそれもこのダトクリフ街道で客を引いているようなご同輩の中ですら私は驚くほどに汚らわしい女なのよ食べることだってろくにできないあなたが連れてきてくれなかったら私はここには入れないのさあこれで分かったでしょ私がどうして自殺しようとしたか自殺なんかしなくても そののうち獣の一人に殺されるわこの傷見える?」そう言って彼女はブラウスをずらして肩を見せた「ゴリラみたいなやつにやられたの」「逃げようとしたらこれよ」だからもう一抜けたって思ったわけ「私が正しいと思わない?」返す言葉がなかった。 私は恐怖のあまりとりわけこうした背徳行為の数々を語る彼女の口調の冷静さを前に固まっていった私は相手の言葉を思い返し小声で繰り返した「よかったから」だって「ええ時々はねそれは本当よ」でもその先がどうなるかと思うと私怖くて。 そう言って彼女は両手で顔を覆い身震いした私はじっと彼女を見つめていたまるで精神病院で珍しい病例の患者を見るかのようにやがておぞましくしかし抗いがたい思いが頭に浮かんだチーターだ 激しい胸の鼓動を抑えつつ私は手探りをするようにゆっくりと切り出した「なんという人生だ」「しかし正直な話君は非常に興味深い」「私が?」そう言って彼女はふと顔を上げた「虫は走らない?」そこで短い笑い声を上げると へえ、ってことはあなたも機械さえあれば他の連中と同じ悪になるってことかしらでもそうは言ってももしも本当に悪だとしたらあら私は構わないけれどもう散々修羅場をくぐってきたからでも本当に驚いた厳格で白色な老人誌って感じなのに 私は素早く頭を働かせ、そして一生後悔してもしきれないが心を決めた。こんな絶好の機会は二度と巡っては来ない。私は言った。例えば私がくたびれた好き者の老人で口に出せないほどいかがわしい好奇心の持ち主だとしたらありふれた悪徳には飽きていたとしたら。 そして君にこう言ったとしたら「ここを離れて田舎で暮らさないかね私が死んだ場合には一生不自由しないだけの額の金を用意する」「私は科学者だ背徳的な科学者と言ってもいい」「君にあらゆる種類の実験をしてみたい」こう言ったら君は何と答えるかね ヤンキー風にウェルカムって答えるわこれまでさんざんな目に遭ってきたから私にこれ以上ひどいことなんかできっこないわそれにここの連中から離れられるんだったら願ったり叶ったりよいつから始めるの私たちは30分ほど話をしそれから私は彼女を残して帰った彼女は手紙を送る住所を書いてくれた 郵便局止めだった1ヶ月後彼女は当時私の自宅兼研究所のあった村の小さな家に引っ越してきた彼女は村の人々と付き合う気はなかったが役所と教区には自分のことを若い未亡人として届けを出しクレイトン夫人を名乗った言うまでもなく彼女が私の誘いで越してきたこと そして私が研究所にいる時には彼女がいつも私の家にいることはたちまちのうちに知れ渡った人々は彼らなりのそして当然の結論を導き出したがこれまで私は村人たちからのあらゆる類の近所付き合いを徹底して拒否してきたのでこれには何の問題もなかったウルセア・クレイトンは クロト女としての経歴も発音も言葉遣いも態度もきれいに捨て去り港湾地区周辺に置いてきていた私の弁護士が何があった場合には彼女には定められた額が支払われることを証明すると彼女はそれまで遠慮がちだった態度をすっかり改め親しげになった。 ここから私たちの関係は少しばかりややこしいものになった。彼女は私が将来ずっと彼女の面倒を見ることに決めていて、これが一時の気まぐれでないというのが理解できないようだった。彼女は本当に一緒にいて楽しい女性だった。独り者で決して寄せ人ではない私にとって、 ウルスラ・グレイトンとの付き合いは興味深くそしてあらゆる面で満足のいくものだった私は少しずつ彼女の過去を知るようになってゆきそれはこの文書には関係ないものの彼女の異常な性癖について明快な説明を与えてくれるものだった村にやってくる頃にはウルスラの欲望の炎は下火になり 性的関心もかなり希薄になっておりその物腰にも思考にも若き日々の彼女をかきたてた激しい嵐の痕跡は一切見られなかった現在の彼女は魅力的な連れ合いであり知的で教養ある友人であり素晴らしい女主人だったそれでチーターはどうなったか私たちは彼をクマールと呼んでいた 彼はととてて、も愛情深いいいペットとして私たちのの事件家でくつろいていた時折鎖につながれうるすらに連れられて家から家へ移動する際など村の人々や動物たちを怖がらせることもあったがしかしそれも非常に稀なことで村人たちは通称「教授の動物園」にだんだんと慣れていく クマールとウルセラとの間の絆は次第に強く深くなってゆき、実際そうそうそういうことになってしまうのではないかと心配することも時々あったほどだが、しかしウルセラは私の研究に強い関心を抱いており、早まった行動でその結果を台無しにするようなことはしなかった。私は、 ミルヌエドワールの提唱した説に従って実験を進めたグマールに極部麻酔を施して体液を摂取することは何でもなかった血液検査の結果の判明する日がやってきたそれは満足のゆくものだった一方の血症が溶血反応を全く起こすことなく相手の血球に順応した そして後のことはうるすらに任せた実験の結果何が生まれてくるかは分からなかった全く予測不可能だった現役の外科医として私は参加の技術も有していたので結果に対する不安はなくあるのは激しい好奇心だけだったわずか6ヶ月の妊娠期間を経てうるすらは これまで私が見た中でも最も完璧な形態を持つ小さな女の子を出産した彼女は驚くほどに体毛が濃くしかしこれは新生児にはよく見られることで通常12ヶ月で抜けてしまうのだがこの子の場合もそうだったちなみに触れておくと重要なことではないのだが出産を待つ間私はうるすらを 南円岩分に借りた家に住まわせていった私は自ら文編の手助けをしウルスラはその子を連れて村に戻ってきた私たちはその子をユニーカと名付けこれ以上にふさわしい名前があるだろうか失聖児として別姓で出産届を出した赤子を連れて戻ってきたウルスラはその子について聞かれた際には 旅行中に給品院で見つけた捨て子を養子にしたのだと説明したこの恐ろしい記録を読みながら私がどのようなことを考えていたかはここには記さないとても言葉では表せないこの書記を暖炉に投げ込みその場で大量のモルヒネを打ちたい衝動を抑えるのが精一杯だったしかしそうする勇気はなかった 夜はもうすでに明けていたが先を読まずにはいられなかったその子は驚くほどに急激に美しく愛らしく成長していった彼女が2歳の時にウルスラは村の小さな家を出て現在住んでいるコスモポリ付近の家に移ったユニーカが生まれた後 私はこの方面での生理学的な実験をやめこれ以上の成功は考えられない正直な話私は自らの研究の頂点たる成功に怯えていた今もまだ怯えているユニーカは身体的には完全に人間だったがちょっとした行動や思考精神面全体に 猫か動物の影響が多く見られた大人になったらどうなるだろうか思春期が始まり生殖が可能になったらそれを考えると身震いがした一つだけ極めて明白なことは彼女は絶対に結婚を許されてはならないということだったメンデルの法則に 彼女はどのような回答を示すだろうか。一つだけ辿るべき道があるが、しかしそれは私とうるスらの人生を崩壊と破滅に導く道だった。ユニーカの出世にまつわる恐るべき秘密を知っている人間が、私たち二人だけである限り、私たちは心安らかでいられるし、世間の風当たりといっても何のことはない。 ウルスラのことを誠実な独身教授の誠実な愛人だとみなしている隣人たちの愚にもつかぬ噂話くらいのものだ実際のところコスモポリに連れてくる前に彼女と結婚しておくべきだったと後悔することがたびたびあるそうしておけばユニーカをいつも近くで見張っていられるし こここここれかららここに書き記すすととを自ら実行することもできる。もし誰かユニーカとの結婚を望む者が現れたら彼には真実をすべて伝えなければならない恐るべき重責だがしかし何度でも何度でも実行されなければならないすべてが明らかにされれば求婚は立ち消えになるだろう しかしもしも、この驚愕の真相を知りながら、なおも結婚を望む無謀な男がいたら、考えるあらゆる基地の否認法を用いて、彼女との間に子供を作らないように警告をしなければならない。私はそうしたことが起こる前に死ぬだろう。そしてそうなれば、神を、彼女を救いたまえ。 この恐ろしい責務はウルスラ・クレイトンに委ねられることになる私がこの文書を記し驚愕すべき真実を一切の隠匿も拒食もなしにつまびらかにするのはその時に備えてのことであるウルスラはあらゆる手を尽くして求婚者の本意を促さなければならないか それでも必要に言い寄ってくる者がいた場合彼にはこの文書を読んでもらうしかない私は彼には話したポール・バローデイル